できたのだできたのだ。歌うことができる最新のペット、ソラニャッコなのだ。そしてもう一つも大成功、ニケニャッコなのだ。こんな可愛いペットを開発できるなんて、やっぱり俺は天才発明家なのだ。早速みんなに自慢してくるのだ。みんなみんな、最高に可愛くてすごいペットを開発したのだ。ぜひみんなにも見に来てほしいのだ。行く行く。最新のペットって一体どんな感じなの？顔はゾウ、角は鹿、体はキリンとか、最新型動物みたいな感じ？いや、それじゃ全然可愛くないでしょ。その通り。そんなの作っても全然自慢にならないのだ。俺が開発したのは、見た目は猫、体はラッコみたいな、ミケニャッコとソラニャッコなのだ。猫とラッコ？なかなか想像つかないな。一体どんなのだろう。だから早速見に来てほしいのだ。ここが俺の研究所なのだ。エイジ博士、大変です。開発したばかりのミケニャッコとソラニャッコが逃げ出しました。に、逃げ出したのだ。はい。ニャッコたちと一緒に開発した貝があったじゃないですか。あの貝を鳥が全部持って行ってしまったんです。それを見たニャッコたちが急いで追いかけていって、それはまずいのだ。逃げ出したらやばいの？いや、人間に危害を加えたりはしないけど、新種の動物だと間違えられて捕まったりでもしたらニャッコたちがかわいそうなのだ。確かに、それで実験でもされたりしたら大変。それじゃあ急いで探しに行くぜ。貝を探しに行ったニャッコたち、すぐに見つけてやるから待ってろなのだ。ニケニャッコー、ソラニャッコー。ねえ、ルナの魔法でなんとか見つけられないの？そのニャッコたちの姿を見たことあったら探せたけど、全然知らないものだからなかなか難しいじゃん。聞かんだけど、猫とラッコみたいな動物を見なかったぞ。猫とラッコ？あ、もしかしてさっきのやつかな。どこ？どこで見たの？ベンチに座ってたら、見たこともない生き物が走ってったから、私たちなんだろうって思って。確かオレンジと青の尻尾の色だった。その特徴、間違いなく俺が開発したニャッコたちなのだ。もしれないぜ。あ、これってもしかしてエイジが開発したっていう貝殻か？ああ、そうなのだ。これは間違いなくニャッコたちに作った貝殻。そもそもそれって何なの？これはニャッコたちがお腹に乗せる貝殻なのだ。これを乗せるとニャッコたちが楽しく歌ってくれるのだ。つまりニャッコたちにとってはすごく大事なものなのかだぜ。だから逃げ出してまで追いかけていったってことか。でも俺が作ったのは全部で8個だから、あと5個足りないのだ。じゃあ早く残りの貝たちも集めてニャッコたちに渡してあげなきゃ。鳥が持ってったってことは鳥の巣に持って帰ったかな。だとしたら他にも鳥の巣がありそうな場所に行けば、この残りの貝殻たちはあるかもしれないわ。鳥の巣といえば木の上だぜ。森に行ってみるかだぜ。そうだね、もしかしたらニャッコたちもそこにいるかもしれないし。木が多くて探すのがなかなか難しいぞ。パッと見た感じじゃ全然わからないな。うん、これで貝殻は全部揃ったのだ。ってことはあとは肝心のニャッコたちを探すだけだな。まずい、取られたと思って怒ってる。早くこれを持って逃げるぞ。うん、返してもらっただけ。
わかった。こういう時はペットの専門ペットショップのシャルル君に聞いたらわかるかも。なるほどね。シャルル君なら動物の習性もたくさん知ってるからね。こんにちは、あのシャルル君。やめろよ、くすぐったいな。遊んでやるからちょっと待って待って。ここにいたー。トラニャコ、ミケニャコ、お前たち無事でよかったのだ。あれ、この子たちのことを知ってるの？シャルル君こそどうして？本当、この子たちを見つけた時はびっくりしたよ。動物図鑑にも載っていないこんな生き物がいるなんてね。自慢のニャッコたちなのだ。それで一体シャルル君はどこでこの子たちを見つけたの？ああ、それがね、僕今ギターにハマっててペットショップオープンする前にちょっとギターを弾いてたんだ。そしたらその音に釣られたのか、いきなりこの子たちが鳴ってきたんだ。にゃんにゃんにゃん。なにこの子たち、見たこともない生き物だ。そして一体どこからやってきたんだ？その耳、その長いヒゲ、その尻尾は猫か？いや、でも僕の知ってる猫はこんな猫だ。それにこの子たち、よく見るとラッコに見えなくもないんだよな。にゃーにゃー、やっぱり猫だったのか？ってなって、今遊びながらちょうど生態を調べてたんだよ。ギターの音にも寄ってくるなんて、あなたたちは本当音楽が好きなのね。それに想像してたよりもめちゃくちゃ可愛いね。尻尾もふわふわの枕みたいだわ。甘えん坊なのか、スリスリしてきて本当に可愛いね。それにしてもお前たち、いきなりいなくなったら心配するのだ。わかってる。貝を追いかけて行ったのだ。安心しろ。俺がしっかり取り返してきてやったのだ。にゃーん。にゃ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 。なになに？貝をはめてほしいの？みけにゃっこはどの貝がいいの？にゃ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 。わかったのだ。はめたら一体どうなるんだぜ？今からみけにゃっこが歌い出すけど、ここでみんなに質問なのだ。何を歌ってるかみんなに当ててほしいのだ。面白そう。絶対当ててみせるわ。ミケニャッコ、思うがままに歌うのだ。コミュニケーションが
たちはヒゲを触ったりくすぐったりしたら喜ぶし、普通のペット以上に家族の一員になってくれるのだ。すごい、ちゃんとした考えがあってのことだったんだね。貝殻を変えればたくさんの歌が歌えるし、大人気ペットになること間違いなしなのだ。それにこのニャッコたち、見た目も声も可愛い。